してみて。はい、ほらサブチャンネルだよ。映ってるよ。見えてる？映ってるよ、ほら。見てごらん。見えた。見えた。この人もしばなんファミリー生粋の自分大好きマンになりそうな予感がしております。ということで今日はもうちょっとね、外を出てみたら、桜が私を呼んでいる、そんな気温でした。ね。だから私は今日起きてすぐに、絶対今日は花見にしに行こうって思ったんですね。だから、ちょうどいい気温になってまいりましたのでね、これから目黒川に花見に行きたいと思います。イエーイ！花見！ぷくまるは初桜です。ね。やっぱなんか次男、今ね、長男次男別々のところにいるからこそ、なんかこう次男がね、こう自分だけの時間をしっかり次男らしからぬ感じで、こういろんな初めてのね経験をできてるんじゃないのかなと、ちょっといい気がしてる。ミルクもいっぱい飲んでお腹いっぱいでご機嫌なので、今のうちに行きたいと思います。それではじゃあまたジャンプやる？またジャンプして目黒川作るよ。せーの、シュッ。はい、目黒川にね到着いたしました。着いてからね気づいたんですけど、人が多すぎます。こんなに人いるすごいよ。ぷくまるさんはなんだか楽しそうに桜を見ています。桜を見ての感想、ですなんかこういう感じでね、こう桜がもう満開の満開の満です。すごい綺麗。すごいね、もこもこ。もう人やばい。これはね早く帰りたくなりますね。うん。ああ、桜、はいさよならって感じです。突っ伏してるよ。ああ、痛い、びっくりした。すごい美味しそう。なんか私これかぶってると男の子みたい。もう桜がないところに来ました。人が多いと病みますよね。ああ、こんなに人間って生きてるんだ、自分なんてちっぽけだなって思ってきます。あ、プーさんバー。せめてもうちょっと桜を見せてあげよう。頑張って引き返している。お帰り。あ、ただいま。あ、ソーリーとか言って、日本人なのにソーリーとか言っちゃった。あー、どうもありがとうございます。いちご商品が多いね。いちごシャンパンみたいな、いちごが入ってるシャンパンみたいな。ママうるさいね、ごめんね。はいごめんね。桜はどないですか？桜はどうかなちょっと私ぷくまるとここで写真撮ろっかな。なんか私が理想の花見って、目黒川はすごく密度も濃くていいんだけど、やっぱりあの公園に咲いてる花を見に行くっていうのが一番私は好きかもしれない。そこにレジャーシート敷いておにぎり食べながらサンドイッチ食べながら花見みたいな。それがなんか花見じゃない？ザ・花見って感じじゃない？なんかバカバカしいことしたいな、もっと。やっぱ寂しいですね、うくんとポンスがいないから。今はもう完全に寝たんだけど、ぷくまるマネージャーがね後ろからついてきてくれてます。パシャパシャ桜撮ってますね、マネージャーは結構ねインスタグラムに載ってる写真とかもね、マネージャーが提供してくれたものとかも多くて、あ、いいじゃん。結構採用、私のインスタグラムに採用するとリサが喜ぶっていうやったら使ってくれてる喜んでるっていうことが多々あります。いい感じにお散歩もできて、お散歩コースにはやっぱ最高だね。こう一直線ずっとこの目黒川を歩くっていう。なんか可愛い服屋さんとかいっぱいある。なんか私おしゃれになりたいな。おしゃれって何って感じだけど、こういう服が好きでとかこのブランドが好きでとかあんまなくて、アーズみたいな女の子が気づいてくれた。可愛かった。アーズと動画撮りたいな。アーズに断られそう大丈夫？炎上しない？って言われそう私勝手にアーズーのことそういう風に見てんだよね。あやなをいじってくれるだろうな、アーズーはってすごい思ってんだけど、私がボケでアーズーツッコミ、アーズーと動画撮りたい、アーズー動画撮ろうね、アーズー。あと誰と動画撮りたいかっていうと、エミリンと前撮った時に炎上しちゃったから、またもう一回撮りたい、新しく楽しいやつ撮りたい。あと古川とも撮りたいね、リサさんとも撮りたい、あと嫁サックさんとも撮りたい。最近は男の子 YouTuber と撮ることの方が多かったのかな。だから女の子 YouTuber といっぱい撮りたいね。今その欲がすごい来てるっていう感じで、花見終わり、今日撮って今日あげる。そうすると頭のなんか思考があんまり働かなくなって、ちょっと良くないかなと思うので、頑張って取りだめしたものをあげられるように努力していきたいと思います。はい、というわけでね、もうお家に帰ります。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。じゃあバイバーイ。